こんにちは、吉谷さん。速稼塾に入ったら稼げますかって質問ですね。はい、もう山ほどいただきました。回答としては稼げますよってことなんですよ。速稼塾に入ったら稼げるネタは用意してます。ただあなたはいくら稼ぎたいんですかって質問をその次にしないといけないですよね。10円とか100円とか1万円だったらこれは稼げますよ。でもあなたがね、月収100万を目指して稼げると言ってるのか、それともね、月収500万を目指して稼げるか稼げないって言ってるのかっていう、その数字の基準はお持ちですかってことなんですよ。で、そうですね、最初は難しいと思うんで、いいんですけども、月収100万何ヶ月ぐらいで稼げますかねみたいになるんですよね。私は初月で80万でした。2ヶ月目からは月収100万を割ったことがありません。それと同じようなことがしたければやる方法はありますよと。ただ私とあなたではそこまでの前提条件が違うんで、私の前提条件を持ったままだとそうなる可能性は高いけども、まあ結局は人それぞれになっちゃうんですよと。実際いくらぐらい稼ぎたくて、その稼ぎのためにどのぐらいの労力をね、投じることを覚悟してますかっていうふうな、これからコンサルに入ってきますよね。その方の生活状況とか今のね、稼働範囲ですね、車があるのかないのかとかね、何曜日動けるのかとか、何時間ぐらいできるのかとか、それから予備知識とかライティング技術とか表現力とかパソコンのスキルとかっていうのをずっと問診しなければなりませんよね。その後でないとはっきりと答えられないです。あと余剰時間があるのかとかね、あれがある、これがある、家族がいる、仕事があるっていうふうになってしまうのかどうかってことなんですよ。大抵の方は稼ぐぞって決めても、その稼ぐってことがプライオリティって優先順位のね、一番の方に入ってこないんですよ。要するにそこまでの危機感はないんですよね。稼げなくてもなんとかなっちゃうんですよ。だからそのなんとかなっちゃう暮らしが優先されちゃうんですよね。やっぱりね、ここはね、稼げることは稼げるんだけども、あなたはその稼げる速稼塾についてきますかってことになっちゃうんですよね。ついてくればそれは稼げますよ。稼げる姿しか見せてないわけですから。ポイントサイトのモッピーなんて最近また自己アフィリートみたいな感覚でやってますけども、最初はあれ稼げるんですよ。でもね、1ヶ月ぐらい経ったらやってないんですよ。稼ぎ続けることはできないですよね、そんなことでは。だって稼ぐって行動やってないわけですから。それこそね、八百屋って稼げますかって言って仕入れもしないし、営業オープンもしてないし、店頭にも立たないし、セールスもしてないし、これではね、どうしようもないですよ。もう腐っていくだけですよね、あの野菜が。まあ、ですので私たちは腐るものは持ってませんけども、少なくとも何か情報をね、仕入れてくるなり、情報を作るなりね、それからお店がありましたよって言って発信するなりね、YouTube でもブログでも Twitter でも発信するなり、それからそこで正確にセールスをしなければなりますよね。その商品作ったりとか集客をしたりとか販売をするっていうことができなければ、お金は誰もくれないってことになるんですよ。まあ、だからね、そうなると稼ぐ道を選ぶのか稼がない道を選ぶのかは、速稼塾に入ってもあなた次第になっちゃうんですよと。ただ稼ぐネタはもうね、網羅してますと。速稼塾で稼ぐネタがもういっぱいあってね、でそのどれでも稼げないってなると、もうあなたは稼ぎませんよと、終わりですっていうふうに引導を渡すしかないかなと思います。ちなみにですね、一昨年私のね、速稼塾で退会者が出たことがあったんですよ。それはね、速稼塾に入っても稼げないとっていうふうなクレームを私のライブ中に言ってるんですよ。その時のライブの視聴者さんっていうのは100人前後いたんですけども、その方がね、速稼塾は稼げない、詐欺だ、金を返せってわけですよ。でそこで他の視聴者さんは、こういう人には出てってもらった方がいいですよとか、ね、稼げないのはあなたがやってないからとか言って、まあ、総攻撃をしてくれるんですよ。まあ、でもそうやってね、攻撃し合うことを私は望んでいないんですけども、そこで私がね、わかりました、じゃあこのライブ放送中に、大会を許可しますんで、まあ、入金いただいたね、金額お返ししますよと。いくらでしょうかって言ったら、まあ、頭金でその方入ってるんですよ。当時ね、頭金で入ってたんで、頭金しか払ってないけども、稼げないぞと、速稼塾に入っても稼げないぞと。まあそこでね、その方は何にもやってないの私知ってたんですよ。自己アフィリエイトもやらないし、Twitter のアカウントも作らないし、それから Facebook に記事も書かないし、結局入っただけなんですよ。でこの情報でもない、あの情報でもないって言って、ずっとね、私の提案全部避けてきて、稼げないじゃんってことになったんですよね。でしまいにはコンビニにバイトに行ったらどうですかってことになって、いやそういうんじゃないんですよと、パソコンで稼ぎたいんですと、パソコン苦手なんです、初心者にも分かりやすくみたいなことを何ヶ月かかってもいいんで、ずっと初心者でいるんだったら稼げませんよと。だからあなたはちょっとね、やめた方がいいですよということになったんですよ。でそこでなんですよ、もうこれ二度とやりませんけども、みんなの前でね、
じゃあ大会したらあなたが儲かるようにしますって言ったんですよ。そしたら急にね、なんかこう正義正しくなって、え、稼げるんですかって、大会したらどういうことですかって言ったら、あなたは頭金3万円払ってるけども、じゃあ5万円でのしつけて返しますよと、それでいいでしょ、儲かるでしょ、だからまあ大爆笑というね、そのライブ放送がすごく面白い思い出だったんですよね。でその方はそれで、まあ、辞めていったということなんですけどね、そのライブ放送中に私入金しましたから、今入金しましたよってからね、5万入ってるでしょ、正確には5万9999円入れたんですよ。でみんながね、はい、もうさよならバイバイって、それで稼いだね、速稼塾でやっぱり稼いだねってことでまあ面白い終わり方だったんですけどね、まあでもね、速稼塾に入ったら稼げるけども、やっぱりね、ハンドルを握ってアクセル踏むのはあなたであって、私は助手席に座るのが関の山なんですよ。でもっと言ったら隣で車で走ってるんですよ。だから隣で私がいくらね、こう上手に走っても、その隣にいるあなたがね、速稼塾に入ったあなたが自分でガソリン積いで、アクセル踏んで車両の整備してね、じゃあ行くぞって言って目的地決めて走らない限りは、私がただ一人で行くだけですからね、だからこれを例えれば億万長者合宿でこれやり取りしてるじゃないですか。それを見てるだけだったらダメですよ。自分でも億万長者合宿みたいなリレーをどっかで始めていかないと、私は吉谷さんの、行く先にはねついてこれないですから、いわゆる稼げないってことになっちゃいます。ただ見てるだけということになりますよ。見てる間時間どんどん使ってますよね。その時間っていうのは残り少ないですよ、だから全ての時間を稼ぐことにシフトしていかないと、それは稼げないでしょ。ぼーっとね、稼いでる人を見てるだけでは稼げませんからね。ということでございます。いたします。